2月4日、はい、森川と鈴木源太郎のライブがあります。詳しくは概要欄の渋谷ラママのホームページへ。はい、どうも森川と鈴木源太郎です。イエイ。さあ本日はストーンズさんですよ、うん、なんか私馴染みがあんまりなくて、うん、なんて読むのから始まる方なんですけど、うん、はい、そうですね、はい、ジャニーズの誇る音の6原色みたいな、はい、って言ったら何となく伝わる、はあはあはあ、そんな言い方されるの。なんかね、原石っていう意味があるらしく、それでこう、うん、シックスストーンズだったんですって。はい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 。そのシックスストーンズだと、うん、長いよってジャニーさんが言って、でのストーンズになったっていうお話らしいんですが、うん、詳しい。まあね、もうご存知の方はもう思う人もね、全然ご存知のお話なんですけども、一応私代弁してみましたが、はい、そんなわけでですね、ストーンズさん、こちらがですね、なんとファーストテイクに登場されたということで、イエーイ、うん、あ、そうね、珍しい感じしますね。珍しいですよね、本当に。あ、そうだよね、だってジャニーズ事務所の人あんまり出てきてなかったから、うんうんうん、ね、ソギーがやってるチャンネルだしさ、まあ、兼ね合いとかも ね, ね、いろいろあるんでしょうと思いますが、まあ、本日はですね、うん、こうちょっといろんな各所からアドバイスをいただいて、はいはい、いいことも悪いこともどんどん本当に喋ろうっていう、うん、スタンスでいくっていう、なんで急に変わった、はい、年が明けて急になんかこうそんな感じになるっていうどんな感じなの。そう、実際ジャニーズじゃないですか、うん、ストーンズって、はい、どういう第一印象ですか。私いいこと一つ言えるんですよ、はい、ジャニーズの人の曲は大体素晴らしい、へえ、大体素晴らしい、そうですよね、コンペがすごい、コンペがすごいからそうですね、ジャニーズって結構、うん、まあ歌自体はぶっちゃけそんなにって言われるのはもうよく言われると思うんですよ。それはアイドルっていう立ち位置上、そう言われがちだと思うんです。ダンスとかエンタメっていうところがもちろんメインだと思うんで、まあ、そこは求められてないっていうのは前提あるとして、でも曲ってことですか。うん、曲はだって作家の人たちが自分のこう、これでもかっていういい曲をプレゼンテーションでこう出すんですよ。でそのタレントとか、まあ、そのこうね、関係の人たちが聞いて、よしこの曲でいこう、次はこの曲でいこうって言ってこう採用していくわけじゃないですか。うん、曲はどれもこれも素晴らしい、最高峰の作家の皆さんがこう作っている曲が集まってますね。うん、で今回ファーストシングルはなんと、はい、コンペじゃないでしょこれって思うんだけど、YOSHIKIさんの曲ですよね。いやーすごいっすよね。じゃないだろうね。XJAPAN の、うん、コンペじゃないよ、オファーだよこれは。YOSHIKIさん書いてくださいってなったんでしょうよ。そりゃそうでしょうよと思うんだけど。多分ね、YOSHIKIさんがコンペに出してて受かってたんだとすると、他は誰が出してたんだってすげえ気になるよ。うん、YOSHIKIさんレベルが出てきちゃうとしたらまあいろんな、まあでもね、ほんと作家業ってそういうもので、うんうんうん、自分の曲が自分で歌ってヒットしてる人もいれば、そうじゃない人もいたりとか、うん、そんなにこうなんかシンガーとしてはそんなに有名じゃないけど、うん、曲を聴いたら、ああ知ってる知ってるみたいになる人とかもすっごいたくさんいるんですよ。うん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 、だからいろんな人がまあ曲は出してるとは思うんですけども、今回のファーストシングルに至っては、まあ、YOSHIKI様はですね、まあ、そうですね作詞作曲手掛けられてる曲ですので、はい、まあここはね、特別なオファーがあったのかもしれないってこう言ってた言ってた、俺なんかテレビ見たことありますよ、なんかちゃんと音域を聴いてから YOSHIKI さんが作ったって書き下ろした言ってたのをちょっと見た気がする。そうかもそうかも、うん、だと思いますよね。そうなんですね。なんかジャニーズの、まあ、それこそ嵐の曲ってすごい人気じゃないですか、全国でも。でそれって嵐自体の人気があるから曲も人気が出てるのかと思ってたんですけど、まあ、その曲自体もそのプロの人たちがコンペをして競い合ってえりすぐりのものだけを使ってるから、もう曲としても何回聴いても飽きないものになってるっていう裏側があったってことですよね。そりゃそうですよね。いやマジでそうです。いやそれは知らなかったです。作家の人が嵐の曲、はい、うん、コンペ受かったっつったら、よっしゃーだよね。売れるぞーって感じだし、競って嵐っぽく嵐の曲になっ、ね、たるべきものを作ってるんですよ皆さん本当に。ってなると思うよ。だからナンバーワンのもそれらしい曲がこうどんどん並ぶわけですよね。いいだけじゃない、新しい、うん、その人たちが輝くものっていうのをやっぱり選ばれてるなと思うねえ。とりあえず
ヨシキの曲が来たり、ね、はい、いやちょっと楽しいんだよな、ね、じゃあ早速、はい、132万枚売れたというね、ストーンズさんのファーストシングル、はい、うん、イミテーションレイン聴いてみましょう。はい、みんな歌う前のこの鳴らしがすごいね、6人揃うとすごいっすね、ハワーとかってやるやるプルルもやる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 パフォーマンスとしても見てて面白い、うんうんうん、ああよろしくお願いします。はい、いいですか。いや、イントロがもうだって、うん、タララ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 ラって、うん、あのちょっとずれましたけど、もう完璧なるヨシキフレーズじゃない。あ、これね、あれなんですね、まあ、ヨシキフレーズでもあり、はい、ヨシキさんじゃなくても、まあ、やる手法なんですけど、これ音階が日本語音階なんですよ。あ、お琴で鳴らす時のあの音階、はい、うん、お琴ってあの高い音が13弦あるんですけど、うんうん、ラー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 とかっていう音程なんですね。それで弾くとこのフレーズが同じようにこうお琴で鳴らす。なるほど。なな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 のところがちょっと違うかなぐらいだよね。っていう、まあ日本音階の典型的なねメロを使ってらっしゃるので、日本っぽさが出るっていうね。確かに。アメリカに住んでるロシキが作った日本フレーズって感じがする。日本意識日本だよみたいな、インドルから日本のタレントだよって言ってるよねって感じがするねっていうね。いいね、なんか的確なお琴の例が、うん、素晴らしい、うん、俺かわいい。日本音階好きなんですよ。ちなみに星野源さんの曲でも結構日本音階よく使う。へえ、ドラえもんのフレーズとかもそうなんだけど、はい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 、タッタラッタだったとかもそうです。まあ、これ祭りの祭り、ね、そう感じのやつとか、あとね、なな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 なとかね。うん、あのメロディーがこれ日本音階でね、そんな感じの日本風だなって思ったんだって言って。いや、わかるわ。なんか星野源さんなんか特に、うん、超ジャパニーズメロディーだよね。でもふわりとかリズムがね、新しくなると新しくなるんだね。違うんだよ源ちゃん、今日は星野源の話をしに来たんじゃないんだ。いやストーンズの話をしたいんだ。引っ張ってしまった。はい、日本音階でこれだけ話が広がっちゃう。まあいいけど、あとこれイントロのさ、これいいね、うん、あのピアノのイントロ流れてて、スナーッナーッとかってこう、これ生音でこういう風にね、うん、なんかよくデジタル音ではこういう音のこうなんか消え方みたいなのよくやるけど、うん、生音でこんな出るんですね。なんかちゃんと初めて見た感じがするけどね。それ好きや私。ツク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 ッタッて好き。これなんかいいね。これ結構元曲よりこれアレンジ好きです。あ、そうだね、アレンジがそう元の曲からまたファーストテイクバージョン変わってて、いいね、アレンジいいね。ね、ごめん、ちょっと一個だけ突っ込んでいい？この真ん中の彼はさ、知念君じゃないよね。違います。違うよね、はい、似てるなって思った、それだけです。心に降り注ぐシャーリー、雨に打たれて目を閉じて翼を広げて土砂降りの雨の中、イミテーション
はい、80% ぐらい XJAPAN だと思ってるんですけど私歌詞が紅で雨に打たれてですから、はい、もう紅なのかエンドレスレインなのか匂わせてきてますね若干ね、うん、丸々もうね、うん、もうメロと歌詞が、うん、あのものすごい XJAPAN の YOSHIKI だよって言ってるすごいすごい、うん、いやでもハーモニーがすごいじゃないですかねえ、うん、だからこれあの多分トシが歌うと、うん、トシさんが歌うとさ、うん、あのこうハイトーンでファーみたいななるような、うん、そういうこうイメージなんだけども、うん、多分この6人のハーモニーを生かしてっていうので、うん、高音の人と低音の人とっていうのがこう綺麗にハモれるように多分メロを作ってるんだなと思う。だからこうなんかこう急にファーとかってなる感じのメロディーがあんまないもんね。うんうんうん確かに綺麗にこう6人でこうハモれるっていう状態を作ってるメロだなと。メロディーいいのはなんかこういいっていうのは当たり前なんですよ。そうそうそう、いいのはやっぱさすがすぎる。なんかさすがガーっていうようなサビじゃないのに残るじゃないですか、うん、ね、うんうんうん、そして雨が降っている光景がこうなんとなくこうイメージできてくるっていうさ、やっぱ情景をこう見せてくる曲の作り方っていう感じですよね。What's the point of getting it right? Just say everything breaks. Price I find like a razor blade. Breaking down, I break. ここリズム聞いてる？うん。これ花粉でジャングル。そう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 。花粉でジャングルってありってなっちゃった今。あ、まあそうですね。一緒のリズムがすごい気持ちいいですね。すごい。ジャングルっていうリズムがあるんですけど、まあ、うん、まあ、ラップの、まあ、時にまあよ合うっちゃ合うやつなんだけども、うん、あつつつつっていうこういうフレーズですよ、うん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 、あのリズムで言うと、はい、それがあのカホーンでやってるっていう、うん、なんかそこにちょっと驚きがありました、うん、新しいみたいな感じ、うんうん、気持ちいい、そんな感じです。あとこのラップの彼は私の友達のカメちゃんに似てる、ラップの彼なんですけど、はい、カトゥーンの田中聖輝の弟なんですよ、はい、そう、田中樹里君、田中樹里君って言うんですけど、そうですそうですそうです。でも聞いてみると確かにお兄さんのラップにも似た雰囲気があるんですよ。なんでそれも踏まえて聞いてほしいっす。そうですね、はい、英語だしね基本ね。The peace of mind is shutting down. Should I play this endless game?わかりましたかね、この高静寂のところにわって入ってくるこの六重奏といいますかね、うん、ボーカルのね6人がわーって一気に入ってくる、ここでこうふわーって盛り上がるところなんですけど、私が止めちゃったね、ごめんじゃあ盛り上がる直前からいきましょう、ね、直前からいきましょうね。いいですか、何ここで転調しましたよ、はいはい、いやこの技だよねXJAPAN の YOSHIKI って感じ、 そういいフレーズのところで転調しますよっていう、ちょっと転調前からもう一度、雨に打たれて戻れない時止めて My friend いつかはたどり着く Invitation rain時には激しく心に雨に打たれて、はい、うん、いいですね、すごい
ね、コーラスグループで、ね、さすがコーラスグループだ ね、 ね、なんか別に火の打ち所がないというか、あ、正直言うな、あ、そうそう、なんか正直に言いますね、今あれも言おうとしたらね、そうなんですよね、うん、別に悪いことも何もない、うん、いや、あとちゃんとマイクが話する音までちゃんと拾ってたし細かっ息、いや、あの、ほら、うん、で最後さ、はいはい、あの真ん中の方の歌い終わった後にこういう音までちゃんと拾ってんなと思っただけ、あ、すごい、いや、拾うんですよ、拾うから、あのレコーディング の、 あのイントロが流れてる間とか、ここ音取ろうとしてんだったらやべえなやべえなと思いながら、こう一言も何もこう、なんか唾も飲み込めない、どうしようってなることあるんですよ、あ、なるほど、終わった後のまさかこう、あのっていう、この鼻のなんか鼻息とかまで拾うとは思わないですよね、うんうん、でもちゃんとここで収録してるっていうのがね、うん、まあやっぱり分かるんでね、 そんな感じのね、すごいですね、うん、俺はね、ヨシキさんとかも出てる、うん、あのお正月恒例のなんか格付けの番組があるんですよ、あれでもね、さ、あのスラリバリウスとかの、ね、やつが当てられなかったのをすげえ思い出す、うん、そうだった、あれさ、見てたのよ、見てたのよ、難しかったんだ、あれね、難しかったね、いや結局さ、五重奏かなんかだっけ、弦楽器の5、6か6か分かんないですけど、でも、うん、もともとそのなんか何百万円っていう、総額何百万円なのか、はい、総額60億ぐらいなのかみたいなのの聞き比べみたいなやつで、はい、みんなの軒並み間違えてたし、なんか高い音がすげえ出るなみたいな、うん、キンキンしてて、これ違うでしょ、これキンキンしてる、これが安い楽器の音なんじゃないのっていう感じになってて、でただ高い方の楽器なの、うん、まあなんだけど、実際はその聞き比べた時に、これなんで高音がしかしこんなにあんまり出ないんだろうっていうのは少し気になってた方があったんですよ、うん、でそしたら、あの実際はキンキン高い音が鳴ってる、そっちが60億の方だったっていう、へー、ね、っていうのを思い出しました。曲関係ない。全然関係ない。間違いない。これどっちなんだろう。今日のバイオリンはどうだと思って聞いてた。そういうことですね。まあね。どうでしたか、聞いていただいて。アレンジが素晴らしいよね、この。今日すごいアレンジ最高ですね。アレンジいいね。このアレンジもいいしね。はい、でちゃんとなんだろう、この曲に合ったアレンジをきちんとして、うん、で。なんかあのボーカルのこのやっぱ6人のハモリのグループなんですよみたいな、うん、ここをこう絶対的に崩さないようにアレンジをされてるっていう、うん、まあ、確かに1曲目なんで、うん、自分たちはこういうイメージでやっていくんですよっていうのを強く押し出すためにも、うんうん、そういう曲調にしたっていうのもありそうですよね、うんうん、ありそうですね、最後残った印象としてはやっぱり紅レインみたいな紅レインにX ジャパンの印象が色濃く残ってしまったんですけど、さすがヨシキさんだな、ヨシキ様の曲でございました、はい、そうですね、いやーよかったですね、いやーちょっと別な曲も聞きたいですね、うん、うわ、よかったっす、ね、男性の六重奏みたいな、なんかそういうね、うん、新たな楽しみができるんじゃないでしょうか、皆さん、じゃあまあそんな感じで、うん、はい、次の曲もぜひお楽しみに、うん、じゃあまたね、ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。